定刻となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事からのコロナハラスメント啓発キャンペーンについて、ご報告を申し上げます。はい、それではまず私からのコロナハラスメント、正しい情報をもとに冷静な行動、この啓発キャンペーンについてご報告申し上げます。今パネルも出しておりますけれども、噂話あるいは SNS などで新型コロナウイルス感染症に感染された方、あるいはそのご家族に対する差別、また誤った情報によって感染していない方々への差別が広がっており、さらには医療関係者あるいはその家族、ご家族までもが言われのない差別で苦しんでおられます。このような不当な差別、偏見、誹謗中傷は許されるものではありません。そこで県におきましては、県内各市庁、香川県人権啓発推進会、これは 県内各市庁及び団体等で組織されております。これらをはじめ県内の団体や個人と連携して、こうした差別に対する啓発キャンペーンのコロナハラスメント、正しい情報をもとに冷静な行動を、これを実施することとしました。具体的には私からのメッセージ動画のほか、県内各市庁各町長、また県内の小学校中学校高等学校の児童生徒教職員、さらには県内で活動する子育てグループやまちづくりグループなど、地域で活動する団体などからメッセージ動画を募集し、県のホームページに専用ページを作成して掲載することとしております。また県庁東館正面玄関にノーコロナハラスメントと書かれた大型立て看板を設置することとします。設置作業はこの後午後2時から行われると聞いております。また3番目に、県内の高校等の協力を得てノーコロナハラスメントのポスターを作成し、9月から県内のファミリーマート、コンビニのファミリーマート128店舗に掲示するとともに、 JR 四国の主要駅のうち、まず高松駅、立林駅、石戸駅に掲示し、さらに掲載箇所を広げていきたいと考えております。このほか、この啓発キャンペーンの趣旨にご賛同いただける県内の団体、法人および個人の活動においてノーコロナハラスメントのロゴマークを利用していただき、それぞれに啓発を行っていただきたいと思います。戦うべき相手は人ではなくウイルスであります。正しい情報をもとに冷静な行動をとることで、一丸となってコロナウイルスと戦っていきたいと思いますので、県民の皆様方にはぜひこの趣旨をご理解いただき、啓発キャンペーンにもさまざまな形態でご参加いただけるよう願っております。詳細につきましては人権動画政策課の方にお聞きいただければと思います。引き続きまして、幹事社からのご質問をお願いいたします。KSB 瀬戸内海放送です。全国的に新型コロナウイルスが感染拡大している状況が見られる一方で、政府の GoTo トラベルや県の宿泊補助がある中で迎えたお盆について、帰省や行楽客がどのように推移したと受け止めているか、知事の所感をお伺いしたいです。また県が独自に定めている感染警戒期は8月今月の21日までとなっていますが、それ以降の警戒区分について検討状況をお伺いさせてください。はい、まずお盆期間中の帰省や行楽客の推移につきまして、8月8日から16日の9日間の人の流れとして、観光施設では立林公園の来場者数は速報値で9140人、1日当たり平均来場者数としましては対前年比 49.4% となっていると報告を受けております。またその他の多くの観光施設につきましても、おおむね対前年比3割から5割程度の来場者数と、前年同時期よりは少ない状況となっております。また
県外から県内への来訪者数につきまして、通信事業者のデータを活用した推計値を見ますと、緊急事態宣言が解除された5月以降、少しずつ増加している傾向にありましたものの、今年のお盆の時期の人出として昨年のお盆の時期と比べるとおおむね半減しており、多くの方が帰省を含む不要不急の県をまたぐ移動について慎重に検討していただけたものと思っておりまして、ご協力に感謝申し上げたいと思っております。また8月21日までの感染警戒期の警戒区分のその後の区分についての検討状況についてでありますが、ご承知のとおり8月7日に開催されました国の対策本部の分科会において感染状況を示すステージの考え方あるいはその移行を検知する指標、さらにはステージごとの施策などが示されたことを受けまして、現在本県としての対策期の考え方を改めて見直しているところであります。今回の国の分科会の提言を見ますと、ステージとしては1から4の4つに分けられており、特にステージの3、ローマ数字の3ですが、感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階と、ステージ4、爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階、この2つの段階の移行を検知する指標のうち、直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数につきましては、ステージ3については15人以上、ステージ4では25人以上とされています。これを香川県の人口に当てはめますと、ステージ3については約150人、1週間で150人、ステージ4では約250人という数字になりますけれども、1週間150人ということは1日平均20人以上、250人でありますと1日35人以上ということで、香川県のこれまでの感染状況を振り返ったときに、この数字は少し高いものになっているのではないかと、香川県としてはそこに到達するまでにも講ずべき対策が必要、講ずべき必要な対策もあるのではないか、とも考えられます。また一方、分科会の提言には医療提供体制が脆弱な地方部においてはこれらの指標に満たない段階で積極的に対策を講じる必要があるともされております。また厚生労働省が示したいわゆる新たな流行シナリオによって医療提供体制あるいは検査体制の拡充に取り組むこととしておりますけれども、このシナリオにおきましては承知のとおり県では最近1週間直近1週間における人口10万人当たり 2.5 人、これは全国共通でありますけれども、その1日後から社会への協力要請を行うというシナリオを描いております。こうしたことを踏まえ今後さらに検討を進めてまいりたいと思いますけれども、22日以降の対応について見直しの区分に基づき感染警戒期間中である本県の感染状況なども踏まえ、今週には県の本部会議を開催して皆様に お示しすることができればと考えております。私としては以上です。ありがとうございます。すみません。KSB 瀬戸内海放送です。この感染警戒8月22日以降のについては改めて見直していくという話 で、今週には県の対策本部会、県の本部会議を開いてということなんですけど、ここ、連日感染の確認が続いていると思うんですけれども、今この
数日間続いている感染の確認についての受け止めというのもお伺いしてもよろしいですか。昨日も2人の方の陽性が確認されたわけでありますけれども、まあ、これを人口10万人あたりのですね、先ほど最後に申し上げた流行のシナリオでいう10万人あたりの数値なりに当てはめてもですね、まだ低い5人ですから0.5、3人とかそんな数字になると思うんですけども、まあ、2.5 人よりは低い数字でなります。このいった状況についてですね、また医療体制、検査状況、これらを踏まえると現時点でさらに警戒を強める状況にあるとは考えておりませんが、まあ、引き続き油断することなく状況を注視してまいりたいと思います。読売新聞の高山です。確認なんですけれども、22日以降の、警戒区分というのはもう新しい警戒区分を考えていらっしゃるということでよろしいでしょうか。まあ、再構成した形でですね、改めてそのどこに当てはまるか、まあ、ただ、状況としてはですね、いろんな、県民の皆様への願い等についてですね、それは内容としては現状と変わらないという場合も当然あるかと思います。言葉の使い方は変わるかもしれないけれども、現状のまあ感染警戒期で呼びかけているような内容が継続される可能性が可能性もあるということ。まあ、それは今後さらに感染状況等ですね、まあ、お盆が終わってのその後2週間の、まあ、途中になるわけですけれども、あそこに至るまでの感染状況とやはり注視していく必要があると思っています。わかりました、ありがとうございます。それともう一点、ご発表いただいたノーコロナハラスメント啓発キャンペーンについてなんですけれども、行っていくのが、まあ、知事からのメッセージ動画を取り急ぎ発信されるということと、あとは個人からメッセージ動画を募集して、県のホームページに掲載されるということ、あと、まあ、のぼりというか大型立看板ということですけれども、まあ、これからも学校も始まると思うんですが、学校であるだとかですね、あと、まあ、他社会人に対して対しての発信というのはどういうふうにご予定されていますでしょうか。まあ、このメッセージ動画というのはですね、まあ、どなたでも見ることができると思いますが、まあ、広くこの各市町各団体と一緒になってですね、一般の方に呼びかけていきたいと思いますし、学校関係もですね、まあ、ポスターの作成等に協力いただく中で、あるいはいろいろなその学校そのものですね、児童生徒教職員の皆様にこうした、ハラスメントについて、その問題、そして、どういうことを行うべきか、そうしたことについての理解啓発を広めてまいりたいと思っております。わかりました。それと関連してなんですけれども、このコロナの差別に関しましては、県によっては条例化をもされているところであるとか検討されているところもあるように聞いておるんですけれども、もう一歩踏み込んだご対応っていうのは県としては考えていらっしゃいますでしょうか。今のところそこは考えておりません。わかりました。ありがとうございます。よろしいですか。関連、その他のご質問がありましたらお願いいたします。どうぞ。
高知県の前川です。ノーコロナ、コロナハラスメントに関してなんですけれども、差別偏見が広がっているというご説明でしたけれども、県として把握されているそういった差別偏見の件数だったりとか、または悪質な例だったりというのはどのように認識されていますでしょうか。そこのところはですね、どう考えるのか、件数なりあるいは具体的な例というものを公表していくことによってかえって、そういう、問題自体をですね、大きくしてしまわないか、ちょっとその点については、慎重に考える必要があるんじゃないかと思います。そうしましたら、一応県としてはそういった実態として、事実として、こういった差別や偏見があるという認識を持っているというふうな理解でよろしいですか。はい。あとこれの表の中に正しい情報をもとにということで書いているんですけれども、この正しい情報っていうのは、例えば県が出す情報という理解でよろしいでしょうか。そもそもその医学的な課題といいますかですね、そういったものを含めてですね、行政など公的な機関が発表している情報というものを趣旨としては話しております。ありがとうございます。他にどうぞ。朝日新聞の大野です。今のコロナハラスメントのキャンペーンですが、この今日8月17日からスタートの何かきっかけはあったんですかね。特に県内で最近差別が増え出したとか、そういう状況があったんでしょうか。一番のきっかけは、この前ウェブで行った県内の市長会議でですね、ご提案があって、これらは県だけでなくて、あるいは各市長単独ということではなくて、幅広く県内各団体一緒になってですね、取り組んでいくべきではないかと、そういうご提言があったのが一つのきっかけです。すいません、あれ確かに西の方の市長だったと思うんですけど、どなたでしたっけ、提言されたの。三豊市長さんだったと思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか。どうぞ。先日8月の13日で県 の, 前向きに頑張る事業者を応援する総合補助金の申請が締め切られたかと思うんですけれども、その申請状況などありましたら件数などを伺えたらというのと、あとそれの件数とかに対しての知事の受け止めも伺えますでしょうか。この補助金の募集にあたってはですね、ホームページ県ホームページのトップページに専用バナーを設けまして、関係団体等に広く周知をお願いいたしました。報道の皆さんにもご協力いただき、ありがたく思っております。まず相談状況としては、コールセンターを7月1日から8月13日まで設けましたところ、1日平均200件の相談が寄せられ、29日間で延べ5820件の相談がありました。申請状況としては、7月14日から8月13日までの1ヶ月間の受付期間としておりますけれども、8月13日消し印有効でありますので、まだ届いてないものもあると思われ確定しておりませんけれども、8月14日到着分までで、申請件数としては2800件程度、また1800件を超え、申請額としては70億円を超えているとの報告を受けております。この補助金制度についてですね、このように多くの申請があったということにつきましては、事業者の皆様の幅広いニーズがあるということをだと受け止めております。他にございますでしょうか。よろしい、どうぞ。
失礼します、テレビ瀬戸内もろいと申します。ノーコロナハラスメントの啓発キャンペーンに関してなんですが、知事もですね、これまでまあこの差別偏見に関していろんなところでコメントされる機会があったかと思うんですが、今回はこのような形で県を挙げてですね、実施をしていく、かつ、まあこの活動の裾を広げていくということも書かれていると思うんですが、この活動をまあ通じてですね、まあ、県内でどのようなこう、成果というかですね、広がりが、持たれたり、どういうふうにしていきたいのというふうにこう今考えられていらっしゃいますでしょうか。まあ、いろいろとですね、ネット上あるいはそのいろいろな、まあ、噂話といった形ですね、まあ、いいようにそういう言われのない差別事象が発生している、まあ、この点についてはいろいろな方がおっしゃってますし、あまりにもひどい状況だという方もいらっしゃいます。全国的な問題でもあると思いますけれども、まあ、私のところにもですね、なんとかしてほしい、あるいはなんとかすべきだというような強いご意見も伺っております。まあ、そうしたことについてですね、先ほどもお伝えしたように、各自治体からも声が上がっている中でですね、こういったその、まあ、ネットの世界、匿名の世界も含めてですね、そういう自分がいろいろと発信している情報というのは、それは差別なんだということをですね、ぜひ、まあ、認識していただいて、そうしたものがとにかくなくなっていくということをぜひ、お願いしたいと、まあ、そういう思いでこのキャンペーンといいますか、ノーコロナハラスメントということでですね、取り組んでいきたいと思った次第です。関連して、まあ 県内の企業とか団体への参加呼びかけに関しても少しコメントいただければと思います。これは広くですね、いろんな団体の方にやはりその趣旨をご理解いただいて参加していただくことが有効ではないかと思っております。いろいろとこの各団体それぞれ、いろんな活動をされておるわけですけれども、その活動を通じてまた関係の市長、17市長ともですね、県内17市長とも協力していただけると聞いておりますので、あと、まあ、香川県人権啓発推進会議ですね、これが共通の会議団体になりますけれども、県各市長のほか商工会、商工会議所などの商工団体、あるいは JA、また県婦人団体連絡協議会、 JR 四国、 NTT 西日本、加賀支店、県 PTA 連絡協議会など36団体で構成しておりますので、こうした組織団体を通じてもですね、キャンペーンを続けていきたいと思っております。ありがとうございます。他に質問ございますでしょうか。どうぞ。毎日新聞の金と申します。引き続きコロナハラスメントの関係で伺いたいんですけれども、青森の方ではですね、東京から帰省した方に対して、まあ、中傷するようなビラをその人に見せるというかですね、玄関先に置くというようなことがあったかと思うんですけれども、まあ、香川県の今回のキャンペーンでも、まあ、感染してない方への差別に対してもそのやめるようにということも呼びかけていると思うんですけれども、そうしてやっぱり青森で起こったような事例も含めてその県民の方には、まあ、やめてもらいたいというか冷静な対応をお願いしたいという趣旨でよろしいでしょうか。まあ、そういったものも含めてですね、いわれがない差別であるということをご理解いただいて、そうした行動
は控えていただきたいと思っております。いわゆるマスク警察であるとか、まあ、少し前の自粛警察であるとか、ご本人は正義感を持ってやっている行動が結果的に相手を傷つけるようなこともあると思うんですけれども、そうしたまあ行動についても今一度本当にやる必要があるのかということを冷静に考えてほしいということでしょうか。まあ、そういった言葉を用いておりませんけれども、基本的にですね、この呼びかけていることを理解して、まあ、守っていただく、あるいはこの行動に移していただければですね、今ご指摘のようなことは、まあ、起こりえないんではないかと思っております。わかりました、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして知事の定例会見を終了いたします。お疲れ様でした。Thank you.